78年のトンボちゃんの知らないふりという曲割れた、割れたよ。僕、あと6年したと思います。少し遅い朝のコーヒー二人して飲んでいると不思議な一番若いんだ。え、若いのに当時から坂本プロスボアマなんて。プロってやん絶対違う。うん。今でも坂本だもんね。千春みたいな人ですね。おじさん。本当に。坂本なんでこの野郎と思うんだけど、まあ実は許したんですけど。なんかキャラ的に許した。キャラ的に許したんだよ。プロスボだもんね。つけるつけるさ許したんだよ。山下ね、山下さんだどうしても。山下さん。怖いね山下さん。78年のトンボちゃんの知らないふりという曲割れた、割れたよ。僕、あと6年したと思います。とりあえず閉めてね、閉めましょうか。あの、CD が売るほどあるので、ね、坂本さんがね、じゃあとりあえずこれを、はい、今日出演者、出演者立ってください、出演者立って、はいはい、出演者、あなたも立ってください。ですか？じゃあ気をつけましょう。気をつけない。あ、後ろもね、はい、一度礼、ありがとうございました。ありがとうございました。一応多いじゃん、多いじゃん、お客さん。
出演者の皆さん。じゃあこれでしょうか。はい。真ん中、真ん中。ここでいいの？はい。はい、いきまーす。市亀さん、はい、ここです。はい、市亀さんです。チーズ。じゃあもう一枚、ちょっと一枚。はい、はい、いまーす。はい、2個。はい、はい、二亀さんですか。わかりました。はい、三亀さんいいですか。あ、大丈夫です。はい、じゃあもう一回、亀さん、亀さん、おります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。